ただきます。これお肉、そう、お肉、豚、豚、豚、お肉、どう？ママ、ママ、あんま、先生はどう？おいしい、おいしい。今日鬼どうだった？手振って。手振ったの？鬼に？おーいって。行こう。鬼が最初。おーいって振って、キキも振ったの。こんにちは。ねね、今日何の鬼が来た？4年は来てない。小学校は来てないって。ずっと勉強。今日うちにも鬼来たらどうする？棒でやっつける。ねねはもし来たらどうする？いろんなものを入れる。豆じゃないんだ。違う。豆だと散らかるから。ああ、そういうことね。豆、帽子をね。鬼だとやる。鬼は外と、あと一個なんていうか知ってる？福は内。そう。どうしよう。上手。うん、キャベツ食べた。かっこいい。パパ、キャベツ食べた。お、やるじゃん。すごいじゃん。このお味噌汁どう？きっ、この間あの昆虫食べたからもう何でも食べれるね。でも美味しかった。ねね、ごちそうさまでした。運びますね。おばあさん運んでちょうだい。節分。どっちが鬼やる？きき。じゃあねねが節分。キキがね、いいよ。じゃあねねがキキに豆投げるんでいい？いいの？オッケー。こう泣くかもしれないよ。どうかな、わかるかな鬼って。お面なくても怖いよ。やる？え、豆は？あ、豆準備しないで、ちょっと待ってね。めっちゃ一気に。ちょっとチェックして。後ろちょっとチェックして。つまんないから。せーの、今から豆まきごっこします。ねねがふくらになって声やるね。やっつけてこい。メガネさん、疲れちゃう。キキ、鬼やりたい。キキ、鬼やる？
よしこい。わあ、やった。ママこれ食べてみて。ママ。あ、ここはちょっと。キャー。ゴーニだよ。鬼来た。ニワカ。おっぱい。結構痛いんだけどこれ。ニワカ。パパだよ。声がパパじゃん。パパじゃん、ほら。はい、ポーズ。最高。ああ、熱。まさかの素顔で泣く。そうか。豆まきします。お似合いそこ。行きます。お似合いそこ。行きます。ふかーっ！鬼は頭を！鬼が怒った。ふかーっ！鬼怒ってます。ふかーっ！ため息してんじゃん。ふかーだけで一苦労。鬼お疲れ。あれ、鬼豆投げてんだけど。もうどっちが鬼かわからない。いいよ。豆を食べましょう。イエーイ。イエーイ。ちなみに豆は何個食べるか知ってる？5個。2つ。ブブ。豆は自分の年プラス1個。あ、7歳。そう、ねねは7歳だからプラス1は8。そう、だからねねは8個。ああ、キキは3歳だから4個。自分の年に1個足した豆の数を食べると幸せで健康な一年になれるって。ああ、なんかどんぐりみたい。落花生初めてだもんね。硬い。これはね、ここをね、ぐっと潰してみる。やったよか。おいしい。いい。いただきます。さすがにもうねねは鬼見て出てきてもびっくりしなかったね。あ、パパだって思った？一瞬パパが鬼になってんのかなと思った。そうだよ、パパ鬼になったんだよ。3月3日はパパが男になるんだよ。どういうこと？どういうこと？やったよか？やったよか？あんまりこれ美味しくないけど、剥くのが楽しい。キキ食べるの美味しい。せーの、また見てね。